ありがとうございます。ないやつもあるかも。いいでしょ。うん、めっちゃある。なんかあのショールームでしたことがあるやつは多分ショールーム、うん、で大抵ショ、うん、そればっかりかな。一回ショールームで見たことあるかもってあれやつがあったら、そうナースある、ナースもあります。そうだよ、あるよ。メイドさんは2種類あるし、セクシーバニーガール、いやちょっとセクシーはな。幼稚園児ある、幼稚園児青もピンクもあるからちょっと一緒にね2人でしたい。ちょっとつまりを上げてくださいどなたか。私がピンクを着ますので。はい、どなたか水色をうさざあるんで使ってないんだよねまだ。一緒にどなたかしましょう。いやちょっと待って、もうね幼稚園児とほど遠くなってる年齢になってるから早めにしないとね。お決まりで、いやオキちゃん来てくれるかな。なんかオキちゃん、うん、どうだろう。コッコさん、コッコさんとか絶対来てくれんよ。ソラハは来てくれそうだな。来てくれる？ミリタン来てくれるかな。え、どうなんだろう。サーヤン、え、絶対似合うじゃん。サコちゃんとかさ、あれじゃん、サコちゃんもう来てた、この間まで来てたからもう。このたんさんちょっと来てほしいよね、来てほしいよね、このたんさん。いやリッセンちゃんのみたいな。なんか私が言うとちょっとあれですけど、絶対リッセンちゃんの可愛いだろうな。もーちゃんのね、もーちゃんとさこちゃん二人でちょっと絶対可愛いだろうな。ちょっと見たいな、一緒にやるとかって言って、私もダメダメ。こ怖い、怖いですか。健全ですよ。いやちょっとね、そのうち着ようと思います。いやまだね、そうはぐってないんですよ。なので一回も着てないんで着ようと思います。うん、いい鎖骨、鎖骨にお水貯めたい。私の好きな鎖骨はココアさんの鎖骨。いやいいよね、ココアさんの鎖骨。
独り言これで。これで独り言難しそうだね。いつもとは違う、それちょっと難しそう。うにゃにゃにゃ、うにゃにゃにゃ、どんな服着てるの？なんかね、ふわふわなの。なんかちょっと透けてる。そう、まあ、この時期の服ではないね。さっき帰って着替えたね。止まりませんように。うにゃにゃにゃは、なんだっけ、アイドルはか、アイドルは、あ、大鉢は忘れてた。タワーもらっちゃった。三浦っちさん、ありがとうございます。ありがとうございます。にゃんてこった。なんで大鉢は、みんな大鉢は大好きだな。ちょっと待って、大鉢は、いや、ありがたい。砂浜に寝そべるクラスメイト、かなり攻めてるスイムスーツ、太陽は絶好調だ。なんだっけ、これあれです、サングラスデイズです。サングラスデイズ、君はいつだって眩しくて。サングラスデイズめっちゃいい曲よ。はい、三浦っちさん、ありがとうございます。出勤時に聞いてるサングラスデイズ、フェスとかでやったら盛り上がりそう。ありがとう、ありがとう、三浦っちさん。わあ、久しぶりかも、オーバーチュアとか。